はい、皆さんこんにちは、ジレコでございます。太鼓さんですね、やっていきたいと思います。どこまで行きましたか。違う、ちょっとオペレーション思い出すのに時間くださいね。地図で見ましょう。あ、そうだ、南部さんが降りちゃったんですよね。さあ、じゃあ、あ、そうだ、もう一度南部さん行ってみよう。うん、そうそうそう、あのね、幸福っていうのが外交で選べるんですけども、それをちょっとやってみましょう。うん、あら、どこだっけ南部さん。あ、ここだね、三重の城、三戸城。いや、ちょっと待って、それ以前にやることやってしまいましょう。雪菜さんいましたね。まあ、なんせ人材が多くなっちゃったんでね。まあ、ごほごほ、もうごほごほだらけだわ。バテに聞くのはあんま総人体にいかないでしょ。競争台だもんね。そこそこ聞いた、そこそこね。ふっかけるってね。30巻言ってましたよね、前回。前回ね。30巻はべらぼうだわ。ちょっとごめんなさい、コーヒーいただきます。まあ、あれでも上がるんですよね。親密度がね、ね、ここまで来ましたもん、武装さん。ねえ。はい、伊達さん。あ、もう、あげてんの？あ、もう、贈り物してんだ。あ、石本さん。贈り物ね。この人、あんまり欲がなかったような気がするんですけど、鉄砲ね。これはこれはってね、それなりでしょ。見たら大したことないんでね、もう、ここに、もうこの人殴るしかないね。もう町だわ。お、来なかったね。ああ、いい泣き方なんだけどね。おお、佐田優さんが亡くなっちゃったということは怪力か。なんじゃと佐田優が百発百中。ああ、ぬくいさんも亡くなっちゃった。ぬくいさんといえば同じ方かどうか分かりませんけど、戦国軍友伝でお世話になりましたもんね。治療高いから、治療高かったんでね。あ、大谷さんまで。おお、国主2人亡くなったんじゃないかな。あちゃー、あんで1日になったのか。お、大谷ではございませんのかと。贈り物と。僕ね、あなたはもう鉄砲で OK でしょ。どこで上がりました。まだマックスならないのか。殴っちゃえ。まあ多分素直に来ないでしょうから、これはね、傷薬で、まだ傷薬30上がりますんで、当て身じゃない。まっすぐ来ないと思いますよ。てぅまんま取られちゃったよ。お、避けた。もう許しませんよ、本当に。霞だわ。で、霞の間に傷薬使っちゃおう。で、殴っちゃおう。ね、うん。はい、弟子ね、いいですよ。どん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 来てください。贈り物、伊達さんだっけ、伊達小次郎さんね。僕ね、あなたもね、あんまり嬉しそうな感じじゃなかった気がするんですよね。これこれ、殴っちゃおう、もう。うん、あなたも殴っちゃおう。もうちょっと教育が必要だね。うん、修正が必要ですよ。ほらね、もう分かったかいって。ね、愛の無知ですよ、もうね。はい、よいしょ。え、何言ってた今。あ、ブグね。あなたもブグなのね。ほんとブグ好きね。まあ、無人だからブグ好き多いのはわかるんですけどね。お、とても喜びましたか。ああ、もうあなたはいいね。殴らないでおきましょう。はい、鈴木さん、元信さん、贈り物ね。書物。それなり。殴っとこう、もう。2.5 とかね。もう。あんまり喜ばない人は殴ったら喜ぶみたいですね。もう M 属性満開ですね。
お、弟子ね。はい、じゃあ伊達実元さん、贈り物ね、書物ね、あなたも書物ね。かなりって言ってるけど、方法、あ、いいね、方法でしたけどよかったです。白石さん、贈り物しましょう。芸術品、茶器にしようかな。はい、それなり。ああ、もう殴らないと。あなた弟子なのに弟子なのに喜ばないってね。まあ、それなりしか喜ばないっていうのはちょっと由々しき事態なので。おお、強いなあ、霞だわ。はい、お見事、師匠師匠尊敬とかの、おお、なんかあれですね、なんかカツアゲしたみたいな気分になっちゃいました今。はい、あ、そうだ、五千貫の私、五千貫を入れようとして五万貫寄付しちゃったのコメントでツッコミいただいてましたけど、確かにお金少ないなと思ったんですよね。お、伊藤屋からまた師匠、どうぞ。はい、早速余計に入らせていただきと。あ、いいでしょう、1万貫ね、まあ、安いですけどいいでしょう。これね、もう私突っ込まれて思い出してたんですけど、勢力、これね、私、あ、今これ3人いますけど、御用商人っていうのは別にこれ3人は3人っていうのは、3つ、参加者っていうのは限度なんですけど、この15の枠を取り合うんでしたよね。これ突っ込みに突っ込まれて思い出しました。私ね、ルソン・スケザブロさん、ルソンになる前の名前を思い出せないんで、あ、ナヤスケザイモンさんだ、ナヤスケザイモンさんの時にね、前のあの太鼓さんで、太鼓リシデン5でね、 Windows のね、 XP の太鼓リシデン5で私やってたんですけど、そういうことだったんですね。ですからもう15埋まってしまえば3軒目入ってこれないみたいな感じだったんでしょうかね。だからこれ多分13-1だったから1軒入ってこれたっていうことでいいんでしょうかね。そんな感じなんでしょうかね。まあちょっとよくわかりませんけどとまあそんな感じで勝手な解釈をしております。はい、渡さんね、はい、芸術品ね、はい、かなり喜んだね、いいでしょう。はい、鬼庭さん、書物ね、はい、義兄貴ね、はい、次は八代さん、贈り物、書物、芸術品か。あ、1、価値1だったのか弟子がくれたのは間仕方がないわね。でどんどんいきましょう。贈り物ね、はい、芸術品ね、はい、どんどんいきましょうね。しくらさん、まあ、この人見るとね、あの人思い出すんですよね。真田さん、真田さんの思い出しちゃってね、ちょっとキュッてなっちゃうんですけどね。真田さんね、一緒にやりたかったんですけどね、まさか襲っちゃったとはね。襲っちゃったからね。芸術品、もう喜ばなくても満貫な、もう全開いくでしょ。贈り物、武具、はい、で、小柳川さん、武具ね、でお次は伊達さんね。お、納屋から熊吉なるものが、はい、早速よけないご用意に、1万貫ね、あ、いいですよ。はい、どこかを切らねばならぬ。博多屋切ろうか。でこれが政宗さんの家でなるもんね。贈り物、南蛮ドライね。これだから自分の領土がどん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 増えていってんですよね。城主が増えなくなったから、ちょっと考えないといけませんね。ああ、綺麗に分かれた、15151。ああ、だからどんどん上から切っていこう。もう、
もうでどん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 1万巻落としててもらいましょうか。人物情報、おマックスだね。まあ、インカジ与えようか。あ、なんとと、うん、頼むよもうね。で、次は原田さん、うん、贈り物ね、ブーブーね。はい、ひなわ銃それなり、あ、いい、殴っときましょうか。それなりって言われたら黙ってらんないわ。はい、おお、避けた、お、避けた両方避けちゃったね。じゃあね、もう霞打っときましょうか。両方、あ、おわ、強いわこの人、なかなかの手だれだわね。え、多分ブロック結構高い気がするんですよ。違ったらごめんなさい。あ、だってこんな格好してるもんね。原田さん、どっか行っちゃった、行っちゃったね。はい、おどんでございませんかと、ブグね。はい、よいしょ。はい、おどんでございませんか、書物ね。はい、義兄貴。はい、絶対シシドさんね、贈り物ね。え、この人知らないの？じゃああなたはもうお茶だわ。なかなかね。あ、いや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 、ね、この連打がダメなんですよね。連打がよその家の家でやっちゃうとね、ぶった切っちゃうんでね。僕ね、でもね、どうしてもね、ルーチンワークなんで連打なっちゃうのね、これ。はい、鬼庭さん、贈り物ね、僕ね。はい、鉄砲。え、どうだい、まだ、あ、あなたはあげたのね。いや、でも、サラユーさんが亡くなりになったのはね、痛かったな。僕ね、あなたも。あなた、あんまり、うん、それなりなんだ、殴っとこうか。もう一回見よっか。あ、大丈夫か。マックスいったね。まあ、あとは皆さんも、あ、ここまでだね。贈り物、僕ね。見た目とは裏腹なんだよね、この人ね。で、あとはこの2人だね。あ、あなた殴らないとダメな人なんだわ。いや、あなた殴っとこう。上げても大して上がらないからね。もう待とう。はい、よいしょ。え、そう、今の塾合わなかったの。はい、で、あとこの立花さん、そうだ、あの人、雷の人亡くなったんだね。雷というか、雷って言ったら怒られそうだけどね、道節さん、亡くなっちゃったんだよね、書物で。この人が来たんだっけ。はい、まあこれで OK ですね。皆さん差しを帰りましょうか。誰か来たな。うわぁ、そうそう、これはいけるかもわかんないね。あー、ちっちゃい、大嫌いなやつだ。相手が大、相手が大、自分が大、だ、同じのが、同じ、あららら、相手、自分が大、自分が大。あー、もうこれ嫌い、ほんとね。で、妻と話しましょう。いや、弁舌のやつじゃなくてね、もうちょっと違うミニゲームがやりたい。はい、椎名さん。浅野さん、あ、浅野さん何なんの？あ、やっと侍か、侍大将か。はい、前田源一さん。はい。ならば、これね、上州任免、いや、もう上州ちょっと任免しませんけど、あ、わかんないや。この辺にいたんですよね、確か。うん、まあちょっとね、一度考えて、かろうたんまりだけどね。はい、コマンド行きましょう。金銭ね、これ外交優先とかあったらいいんだけどね。うん、決定。はい、まだ近くまで、もういや、もういや、いや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 、よしておきましょう。
はい、で、さあ、私はもうね、あとは解くだけなので、大穴、いや、あ、三戸城ね、うん、これね、そうだ、私ね、前遅いなって言ったでしょ。これね、私馬あげたでしょ、誰かに。私馬一頭も持ってなかったとすると、私の足の遅いのは理由がつくんですよね。見てみましょう。馬いる？うん、ダバ荷物を運ぶためのまま足が遅く、力もないため人を乗せたり軍馬として用いたりといった用途には向かない。なので私これ遅いのは馬あげたからですね、きっと。名馬が今いないもん、他にダバしかいないもん。そういうことですね。まあでも、もう移動にそんなに早く必要っていうものでもなくなりましたもんね。まあ早いには越したことないんですけど。さあ、お城行きましょう。ここでね、ちょっとセーブしましょうか。ほう、橋場の殿ではござらぬかで、これでちょっとセーブしたいと思います。はい。で、ここに外交ってあるんですけど、ここでね、従属要望、もう従属要望、なんと橋場家は若さんくらいありだよ従属要望じゃこうなっちゃうのね。序談にも程がございますかよなとは、ご勘弁。これで同盟破棄、あー、いや、ごめんなさい。じゃあね、九州行きましょう。じゃあ早速ね、島津家に行きましょう。ここですよね、確かね。にゃ、うわ、キャンセルしちゃったのね。ああ、炎上おじさん、誰か覚えてませんね。ああ、佐久間さん亡くなっちゃった。という、佐久間さんはあれか、上司ではないのか。正木さんも一気に収まりましたと。あ、いや、一遍帰ろう。もう月またいだからね。名馬はどこで買ったらいいんだろうね。買えんのかな、名馬。評価も出してくんないと思うんですけどね。あ、あれですね、皆さん不在ですね。うん、じゃあ帰りましょうか、城にね。はい、締め売られた。失敗失敗失敗、修行がね。まあいいか、遊ばしとこっか、人数少ないし。あ、いや、いるから、ちょっと名馬持ってない、はっ。ああ、まあいいですわ。うん、あ、そうだ、お金ちょっと用意していこう。はい、おお、稼いできてくれましたね。大塚さん1438か、3000貫使って、あ、兵糧売却か、兵糧売却だからいいのか。出金ね、軍資金から全額引き出していきましょう。5万貫寄付してたのか、私は。ちょっとショックだね。さあ、この内城って言うんでいいのかな、ここには前九州行った時行ってないんですよね。体の声が悪くなっちゃいました。はい、で、貴重品、薬を飲んじゃいましょう。はい、ね、なんかデービールいう感じがしますけど、これでね、ちょっとセーブしましょうか。これでね、外交で、あ、普通に入りましたね。外交で、あ、ないわ。幸福っていうのがね、あるんですけど、出てくるんです、あるんですけど、あら、これはどういうことかな。勢力見てみましょう。外、あ、これ島津さんじゃないわ。南部家との感情悪いのに島津家とはめちゃくちゃいいのにこれね、じゃあ島津さん、これで支配すると、はい、どうなんの。ご冗談を我らの誇り、流しのなさるおつもりでございますかと。ああ、
島津家は橋場家の従属勧告を断りました。島津家は橋場家に攻め込む名分が立ちました。ではこれにてお一人願おう。おー来たね。いやまあこれでよかったでしょうね。従属してもらおうと思ったので、さすがにやっぱ勢力が強いのでしてくんなかったですね、まあ、これはこれでまあ、あでも仲悪くないんだね。あ私からは攻め込み名分がないのね。さあじゃあこれでちょっと準備しましょう。南部家をどうするかですね。うわー蒲生秀貞さん、あこの人も城主だ。あでもあれ継がないの、継がないの、継がないのか。糸井が陶器に対して、うん、ですよね。はい。で、ちょっと考えましょうか。帰ってきてるかな、みんな。横山さん。あら、あなた覚えてないわ、私。もう、二つもへこんでる人いたのね。まだ。と思ったら、めっちゃいい時間経ってる。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。太鼓さんね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。